はい、どうもこんにちは。全然関係ない話なんですけど、今僕の住んでるところが雪がとにかくやばいんですよ。やばすぎていつもよりちょっと更新が遅くなってしまいましたが、とにかく見ていきましょうか。ではまず契約更新選手のカンメラ選手です。昨年は一得点でしたが、その一得点が見事なゴールでしたよね。アグレッシブに走り回る姿が印象的ですので、今の長野のサッカーには合ってるかなというふうに思います。出場機会に恵まれませんでしたが、21シーズンは昨年よりも活躍してくれることを願ってます。続いて新加入の選手です。金園秀隆選手がヴァンフォーレ甲府から長野に加入することが決定しました。身長184センチの大型のフォワードですが、ヘディングで合わせるだけでなくて足元で合わせるシーンも多く、いろんな形に対応できるフォワードかなというふうに思います。ベテランの選手っていうのが長野は少ないので、昨年で言えば東選手がバタバタしたような展開を落ち着かせるシーンが多くあったかなって思うんですけれども、ベテラン選手ならではのチームを落ち着かせるプレーなんかを見せてくれたらいいかなというふうに思います。 J2 では途中出場の試合が多かったですが、 J3 では主役級の活躍ができるんじゃないかなというふうに思うんで、得点を量産してほしいと思います。また怪我もちょっと多いみたいなんですけれども、怪我もせずシーズンを乗り切ってほしいと思います。ヴァンフォーレ甲府で金園選手と同時期に契約満了が発表された選手が、金園選手の他に2選手いるんですが、1人は入間川選手で、もう1人は上田前線なんかにいた橋爪選手なんですよね。なんか3人とも結果的に長野に関わることになって、なんか面白いなっていう風に感じたんですよ。まだもう少し更新があるかもしれないんで、また楽しみに見ていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。